こんばんは、シュータです。サイドオーダー全部機の旅やっていこうと思います。なんか読み楽しそうだし、読みやってみるか。おーし、頑張ろう。前回、姫のパレット、別秩序の塔30階を攻略し、オーダーマニューバーレプリカをゲットしたシュータ。今回は、風化のパレット、デクリアし、オーダーストリンガーレプリカゲットを目指します。あと一匹。よーし。何これ。めちゃくちゃやりづらいんだけど。これ弓やりづらい、めちゃくちゃ。これ乗りづらこう。あれ。何これ弓じゃ無理なんだけど。敵倒していけばいいのか。なんか早くなってきてるの。ナイス！なんか勝てたんだけど、めっちゃ静かだった、これ。あ、これいいね。その射程伸ばしとかあるんだろうね。明日スピノでもやってみようかな。残り1個。ナイス。どんどんメイン強化していけば強くなっていく。うのフェイス強っ。自販機行こう。吸盤の方が絶対いいと思う。
まあどんどん簡単なのやっていこう。あ、ここか。やめてお。うえぇ、よーし、ナイスー。ノックバックはだいぶいいんじゃない？つけてきた方が最小的に。ここか。よーし。え、強くね、パシパシ。ナイス。まあ、いっか、行っちゃうか。射程短いな、この海。ただ塗りが強い。メガホン普通に強いな。ナイス。これ終わったら敵だ。激ムズだ。いや、簡単そうじゃない？めちゃ簡単そうなんだけど。簡単じゃない？めちゃ簡単だったんだけど。あのボスか。これ塗れなくね、この武器。
には反映しないやん、これメガホンレーザー。お、これ転がしてくれるか。転がせるんだこんなでっかいの。よしよしよし、じゃあ味方だ。もう跳ねてばっかなんだけど。と、味方じゃないの。めちゃ硬い気がする。でもボスにも反映するっぽい。ならメガホンも普通に強すぎると思うけど。サッカーやってるぞ。みんなでサッカーやるぞ。めっちゃボール大好きやん、サッカーボール。めっちゃ転がってる。いったなんでいいの。生き残り。おー、やったー。長かった。自販機行くか。あともう一個だね。パシパシが強いね。ナイス。まだ行ったことないステージじゃん。泊まれる折り返しの風呂、ここか。あ、エリアではない。
早かった、ナイス。結構順調だね、最初の方にしては。チャージキープ来たんだけど、ラッキー、チャージキープ来た。迫り来るバッテンだから、ほら。え？一人ではなしって鬼畜じゃね？しかも弓矢でか。これルール破ったらどうなんだろう。あ、ボーナスなくなるんだ。まあいいや、別にクリアできればいいよ。俺さ、これギアとかもらえるらしいんだけど、ギアってどうやってもらうんだろう。いや、いけ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 。もうゴリ押しか、ゴリ押しの子、ナイス。ジャンプしない。やべえ、ジャンプしちゃった。これボーナスって書いてあったけど、何もボーナスじゃないんだけど。で、ラスト。あ、これ入るかな。ナイス。ホーミングだって。
うん。よし。何してんの？お、なんか、はい、できた。ナイス。ホーミングも強いんじゃない？もう一本のチャージ時間が少なくなりますだって。まあ少なくなりましたね。短くなりますだって。17回だ。ここか。ラブウィークも使わない？まだいけるっしょ。より簡単な感じする。お。わあ、落ちてった。ナイス。よっしゃ。もうすぐ20まで行くかな。20回、20フロアまで行くじゃないかな。エリアを守れ。これメガホン反応するのいいね。ここにも何かいたっけ。サモランみたいだ。もうすぐ終わる。残り4秒。4カウントか。奥さんに1。ナイスー。
ラスト。いや、こっから地道に削っていく。ナイスよいしょ。うまくね、普通に。これあんま強くないな。でもえ、で残り一体どこ？オッケー。ナイスー。なんかトラブル発生したあるって書いてなかった今って。また全塗られ。よし、これで。早くね、これ。ナイスー逃げるときを探す。引っかき入れるな。ヒーローモードでもあったよね、こんな。めっちゃ出た。ラスト一匹。いや、ナイスー。あー、ここ何気にやばいところだ。
ッケー。よしよしよし。どんどん取って、やばいやばい、もう何気にパシパシが強いんだよな。よし、コール。オッケー、ナイス。で、なんかでこれ。オッケー、どんどん行こう。あー、ボールを運ぶか。とりあえず一個。うわー、これ気持ちいい。これでなんかいっぱいゲットできないかな、経験値とかでも。あれ、どこ行った？よし、ナイスてまた暗闇暗いの出すの好きだね。どういうステージの組み方だっけ。これ1キル？やばいって。オッケー。やばい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 。
えぐ。ねえ、これ、あ、なんかやれた。なんかやれた。ナイス。とりあえず、自販機コーナー行くか。4000も貯まっちゃったし。コーヒーをリセットして雪ダメージはいらないね。アイス玉は欲しいかもな。まあ安定性とって普通にしとくか。よし、行くか。ボール運びだからオッケー。どれいるかな。激ムズになっちゃったけど、まあいいか。よし。嫌だよ、俺はスペシャル使いますね。あ、やっぱ、あ、でもスペシャル使わなくてもいけるかも。やっぱスペシャル使う。めっちゃある。これはあとは塗ってるだけでいける。ナイスー。安定性とって簡単なのにするか。これか。あ、ここは簡単やん。ここ削っとくんですよ。ちっこいな。パンチャでやる。いけ、勝ち。ナイスー。こんなこと戦うことはなんないでしょう。さすがにね。こんな可愛い姿だったのに。前より進化してね。
これパシパシの方が強いよ、みんな。風に考えて削れる、削り方は尋常じゃないんだけど。地味に速いからやめて。もう一回戦ってるんだよね。てかもう2回も戦ってるんだけど、ボスと。急にボスになった。ドゥンドゥン。見て見て見て、普通に考えて削れる、削れ方尋常じゃないんだけど。モンスター取ってよ。はい、復活なのです。なんか気持ち悪いね、喋ってる。まだナイスターも残しておきたいな。うわ、最悪デスした。3機か。あまりにも熱くなりすぎました。逃げんな。なんかさ、よく先生に言われない？鬼ごっこしてるとき。あ、鬼ごっこっていうか、ふざけるってるとき、近寄ってくんなーってときにさ、いや逃げるからだろみたいな、ない？なんかかっこいいね、その感じ。指輪、なんと何個あるんだ。最後はナイス玉でし、見て見てて、顔面にポーン。あれOK、 ナイス。またコダコになってしまったか。うなー、またやられたのです。悔しい。だってナイスです、ハチさん。パレットの再設定が完了させました。さっきこの程度で諦めるコダコではないのです。みんなのためにコダコは頑張るですよ。本当にキャラ変わってんね。ナイス。あ、じゃあ最後弓ゲットして、ちょっと見てから終わろうかなと思います。無事にオーダーストリンガーレプリカをゲットしたシュータ、全武器ゲットの旅はまだまだ続きます。次回の動画もお楽しみに。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。